天王寺株は、油中油な属の越年層。何和の伝統野菜の一つ。大阪府大阪市天王寺付近が、発祥地だと言われている。和漢三歳杖や、摂津名所杖体制などにも収録されており、徳川時代から、明治末期までが栽培の前世だったが、大病性の問題から大正末にはほとんど、とがり株に置き換わったとされる。多肉根は扁平で、 甘みが強い。肉質は緻密である。また、多肉根が地面から浮き上がったように成長することから、浮き株とも故障される。また、葉には、丸葉と切れ葉の2系統があり、軽々いずれも蒸気の特徴をしている。本来は、細身の切れ葉であったとされ、葉の肉質も柔らかい。2月中旬から9月中旬にかけて、ハウスやトンネル被覆で栽培され、 はしご30日程度で小株として収穫される。生株としての収穫期は10月下旬から1月半ば。野沢菜には、野沢温泉村の県、命寺の,の住職、八世、明天炎髄が、法歴6年、京都に留学した際、大阪市天王寺で栽培されている、天王寺株の種子を持ち帰り、子孫が野沢菜となったとの言い伝えがある。しかし、 種子表皮細胞他に対する遺伝的研究からこれは否定されている。日本の株は西日本主流のアジア系と東日本の山間地に多く体幹性に優れたヨーロッパ系に対別されるが天王寺株はアジア系であり野沢菜はヨーロッパ系の特徴が強い。現在のザーナは株に由来する別の品種と考えられ伝統野菜の付け名や紫株は いずれも、禁煙とみられる。ABCDE 大阪府環境農林水産部、農政室推進課、何わの伝統野菜大阪府、2013年3月。ABC 滝井種病出版部編2003、P197 滝井種病出版部編、都道府県別地方野菜大全農産漁村文化、協会、2003年。 ISBN 9長7845億4億0 0二万1565ありがとうございます。